皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、今日も DM のお返事を返したいと思います。じゃあこちらに載せておきます。今回はですね、アフロートネイルスクールの札幌校に通っている方からのご質問でした。読んでいきます。ネイル検定1級まで取得し、サロンに就職を考えているのですが、シェアサロンでフリーランスのネイリストにならないかと誘われています。ですがサロン経験がなく不安な一面もあります。フリーランスのネイリストは結構いるのでしょうか？またフリーランスの方が稼げたりしますか？知識が全くないので教えていただきたいです、ということだったので、とてもすごくいい質問だったと思うので、お返事をしながらシェアさせていただこうかなと思っております。なんかこういったね、DM もらえるのはすごく助かるので、私なりの考え方だったりとか、まあ、20年ネイリストやってきてね、こういう方がいいんじゃないかなっていうのをお話しできればなと思います。ですね、まあ、本当に結論から言うと、個人的には絶対に就職をした方がいいと思います。で、なんでかっていうと、多分地域柄もあるとは思うんですが、まずそもそもお客様がいない状態で、シェアサロンでフリーランスのネイリストになるっていうことが、まあ、どういう契約なのかがわからないんだけど、すごく意味のないことなのかなと思ってしまいます。やっぱり経験ってすごく必要だと思うし、まあ、結構ね、ネイル勉強してすぐお店出したりとか、まあ、いるとは思うんですけども、結構そういう方たちが、行き詰まっていたりとか、勉強をもうちょっとすればよかったとか、やっぱサロン経験がなくてどうしていっていいかわからない、トラブルとかね、あった時にどうしていいかわからないとか、結構いただいたりとか、まあ、それでオンラインサロンで、お勉強をね、し直したりっていう方も結構いらっしゃいます。で、まあ本当に多分このすぐね、ネイリスト1級までを取ってサロンに就職ってなるのも、はすごく危険、サロンに就職しないでそのままフリーランスになるっていうのは結構危険なのかなと思うので、お話ししようかなと思っております。まあ、なんかサロン経験っては良くも悪くも絶対に経験にはつながっていくし、私がお客様で行く立場だったら、やっぱりネイルサロンを経験した人にやってほしいと思ってしまいますね。どんなに上手くても、まあインスタとか見てすごい上手い上手だなって思って行ったりとかしても、経験が本当にネイリストを例えば何年ももうやっていて、あ、インスタ見ても上手なんだなって思う方で行ってみたら、私就職経験ないんですっていうのだったらいいのかなと思うんだけど、いきなり学校卒業しました、フリーランスでやりますってなった時に、何をどう参考にしていくのかなってすごく思っちゃうのと、シェアサロンって多分自分でお客様を集客しなきゃいけないと思うので、そうなってくるとミニモとかで安くお客様を集客しないといけないのかなと思ってしまいます。なので、そこからそれ以上の上の段階に上がることが本当に難しくなってきちゃうなっていうのをすごく感じていて、例えばミニモとかで、まあ、1980円とかでやりますよっていうお客様を、じゃあ5980円に来月からしますってなったら、その方たちがどのくらい残ってくれるのかっていう確率を考えた時に、多分 1% ぐらいなんじゃないかなと思っちゃいますね。10人いて、じゃあ1980円で今までやってたのに、来月から5980円でやりますってなったら、多分来なくなっちゃうんじゃないかなと、自分がね、例えばそっちの立場だったら行かないんじゃないかなって思ってしまいますね。だって1980円でやってたのにってなっちゃうかな。なので、まあ、そういう意味でもその次の段階に行けなくなっちゃうのがちょっと怖いなっていうところがあるんじゃないかなと思います。まあ、あとはネイル検定1級を取ったからといって、じゃあサロンに使える技術がどこまで身についているのかっていうと、あと、まあ、札幌っていうところでね、北海道っていうところでお客様がじゃあどのくらいいるのかってなったら、技術が上手い人
にやってほしいのは多分皆さん同じだと思うので、そういうところに集まってしまうんじゃないかなと正直思います。で、フリーランスのネイリストさんっていうのは結構いると思いますね。今は結構増えたんじゃないかなと思うし、まあ独立して自分でお店やってるっていう人も結構いらっしゃるので、でもまあ良くも悪くも本当にどちらとも言えないんですが、まあよく聞く耳にするのは、フリーランスになって1年ぐらいで持ってたお客様がほぼいなくなっちゃって再就職をしたいっていうことを聞いたりすることもやっぱありますね。まあなので、まあそれは東京都だからなのかもしれないけど、こうお客さんもねいっぱいいるし、まあインスタとかでね集客してもそこそこお客様が来たりとかすると思うので、地域柄だったりとかもあるとは思うし、サロン経験をしっかり積んで、自分が納得いくような技術だったりとか納得のいく料金をいただけるようになるまでは、やっぱり私はサロンに就職をしてちゃんと社会人として、お給料をもらっていった方がいいんじゃないかなと思います。シェアサロンで働くとかフリーランスのネイリストってその次なんじゃないかなと個人的には思ってます。技術が本当に 100% できるんだったらいいと思うけど、でもそこまでやっぱりネイルサロンっていうか、サロンネイリストとしてのサロン経験がないままシェアサロンでやるのは私的にはおすすめじゃないかなと思います。そうですね、結構それをねやっぱ伺うこともやっぱりあったし、サロン経験って本当に良くも悪くも絶対した方がいいと思う。3ヶ月でもした方がいいと思う。一回そのサロン経験してみて、あ、自分とちょっと違うなとか、やっぱりちょっとフリーランスやってみようかなっていうんだったらいいとは思うけど、そうですねっていう感じかな。個人的にはそう思います。フリーランスの方が稼げたりしますかっていうことなんですが、それはね人に全然よると思いますね。もう本当にここはね自分次第だと思うので、でもやっぱ独立とかって素敵に聞こえるし、自由で楽しそうだし、自分のお客さんだけやってればいいんじゃんっていう、すごくプラスな面しか見えなかったりすると思うんだけど、でもその売り上げのためにね自分の時間をやっぱ使わなきゃいけなくなっちゃったりとか、じゃあいつまでその人たちがこうやって来てくれるのかとか、もう本当にコロナになってガラッと変わったし、私でもだいたい 40% ぐらい今までの売り上げからは落ちています。30から40ぐらいかな。まあね、来てないお客様も全然いっぱいいるしね。なのでこういった状況になったりする可能性もあるけど、まあもうこれ以上ね多分ひどくなることはないとは思うんだけど、そうなった時にじゃあ自分がフリーランスをやっていて、今から始めるっていうのはちょっとリスクなのかなと個人的には思います。なので、まあ不安な一面もありますっていうことだったので、それだったらやっぱりサロンに就職一回してみて、ネイリストとはどういうものなのかっていうのをね、学んだ方がいいんじゃないかなと思います。やっぱネイルサロン経験して先生にじゃあ例えばそこからなるならないとかもやっぱりあると思うし、そういうことをねアドバイスしてあげられる人間になるためにも結構こう経験は大事なんじゃないのかなと私は思っているので、まあそうだね、何を目標として行くかによって全然方向性は違うと思いますが、まあ最低でも3ヶ月ぐらいは一旦サロンに就職した方がいいんじゃないかなと思います。シェアサロンでねどんどんお客様を集客してくれるっていうんだったら私はいいんじゃないかなと思うけど、お客様は練習台ではないので、まあそういう意味でもね、ちょっと考えた方がいいポイントなんじゃないかなと思います。地域柄も本当にねあると思うので、ということで、ちょっとざっくりのお返事になっちゃったんだけど、私個人的には必ずサロンは経験した方がいいというお返事です。で、フリーランスのネイリストさんは結構います。結構いるってことはそれが全てライバルになっていくっていうことなので、
今からやっていくことを整理整頓して、どういうネイリストになりたいのかとか、どういうマネジメントを自分がしていかなきゃいけないのかとか、自分をどう見せていくかっていうのをね、学校にいるうちに学んだ方がいいんじゃないかなと思います。どういうネイリストになりたいか、どういうデザインをやっていきたいか、どういうお店を作っていきたいか、そのゴールをまず目指して設定して、そこに走っていくようにしてたらいいんじゃないかなと思います。なのでね、まずは一級をこれから取るのかな、取ってから考えてもいいんじゃないかなと思うので、焦らず頑張っていきましょう。じゃあまたねー。